ロンドン警視庁ロンドン警視庁の組織と、機構 s c o 1 9重機専門司令部は、ロンドン警視庁の特殊部隊。1966年に D610 機部として創設された後、警視庁の内部部局の再編に伴って、解消を繰り返しており、1967年に D11、1987年に人材訓練部第17課、 1992年に専門業務部第19課、2005年に中央活動部第19課、2012年に専門刑事、業務部第19課、そして2018年には刑務部第19課となった。イギリスの警察では警察官が武器を携行することで、かえって犯罪者の武装を誘発するという観点から伝統的に非武装が施行されてきた。 重武装の犯人逮捕に向かう場合に重機を携行することはあったが、これも射撃の上級位手に限られていた。しかし1966年8月、3人の私服警官が強盗犯人により虐殺された事件を受けて、凶悪犯対策としての武装の必要性が意識されるようになった。まず警視庁の武装要員の訓練の改善、標準化が施行されることになり、 1966年12月、民間防衛訓練を担当していた D6 に射撃教官10人が配属されることになった。独自の武装要員を要していた特別部は D6 の下での消火器訓練の統一化に抵抗していたものの、1967年4月には説得を受け入れた。その後、 1967年7月には警視庁の再編に伴って D6 の消火器部門が D11 として独立した。凶悪犯を逮捕、制圧するスワットとしての任務に加えて、1975年にはタイテロ作戦も所掌するようになった。ただし1980年の中英イラン大使館選挙事件の際には D11 も出動したものの、 首相と内務大臣の合意に基づいて実際の突入は陸軍特殊空挺部隊の対革命戦部隊が担当した。その後、1987年1月9日には人材訓練部第17課、1992年2月に専門業務部第19課、2005年に中央活動部第19課に改編された。そして中央業務部と 専門刑事部を統合して、専門刑事、業務部が編成されたのを受けて、2012年に、専門刑事、業務部第19課、そして2018年の再編の際に刑務部第19課となった。武装王将者英国武装警官の一例、SCO19 は、下記のような部隊、要員を要している。専門いて1987年6月、 PT17 は18名増員されて、レベル2のチームが編成された。これにより、PT17 の増員は、警視庁1名、警視1名、主任警部1名、警部6名、巡査部長15名及び、巡査54名の、計78名となった。レベル1のチーム6個は、立てこもりや人質事件、レベル2のチーム3個はそれ以外の事件を担当することになっていた。 1992年1月、これらのチームは、専門伊手として再編され、赤、緑、大黒、青の5体が編成されたほか、18ヶ月のうちに、灰色の6体名が追加された。これは、一般的な武装警官である公認伊手をもとに、強行突入などの特殊訓練を受けた要因であった。その後、欧州における大テロ戦争の激化を受けて、 タイテロ作戦能力の付与が決定され、2014年より SFO からの選抜によりタイテロ専門移手の制度が始まった。当初は巡査部長1名と巡査15名から編成される靴フォパン7体が編成されていた。また2015年の時点で130名のタイテロ専門移手により部隊編成が行われていたとされている。警視庁だけでなく、 他の地方警察でも靴砲の設置、編成が進んでおり、2017年現在、イギリス国内でのテロ事件への介入は、軍の特殊部隊ではなく、靴砲が主導権を持つことになっている。靴砲は、イギリス軍特殊部隊と同等の装備、訓練を備えており、一般的な公認意図は、対艦射撃を前提にしているのに対し、これらの隊員は必要であれば、 頭部射撃による犯人射殺も可能なように訓練されている。またファストロープ効果による展開も可能である。武装応奨者1991年7月より武装応奨者制度が開始された。これは銃器を携行した武装要員がパトロールカーに乗って普段から巡回しておくことで銃器犯罪に対し確実かつ迅速巧妙な対応を可能にするものであった。 巡回部隊のほか、あえて目立つパトロールカーを用いて、見える警備として予防的に展開するトロン予防展開部隊も組織されている。各社には3名の乗員が配されており、全員が S&WM10 回転式拳銃を携行していた。また、社内には H&KMP5 スファニーカービン2丁も搭載されていたが、MP5 は施錠された。 保管庫に収納されており、取り出すのに時間がかかることから、MP5 を取り出す間、他の乗員が回転式拳銃で援護するという手順が使われるようになった。その後、拳銃は、グロック17に更新され、車載下機も H&KMP5SF 及び、H、H&KG36C が2丁ずつと、更新強化された。また、基地姿勢兵器として、 ワイヤー張りタイプのスタンガンも装備している。ARV は地方警察でも普及が進み、1993年末の時点でイングランド及びウェールズの43個の地方警察のうち33個が ARV を運用しており、銃器使用が必要となる場合のおよそ半数は ARV が担当していた。ただし、実際の交戦にまで至るケースは少なく、 警視庁 SO19 の ARV は1997年の1年間で1765回出動したが ARV 上院が発砲したのは1件だけだった。警視庁は1956年よりウェブリーマーク4 38後継リボルバーを導入しており創設機の D6.11 もこれを使用していたが1974年からは S&WM10.36 により更新された。また、1967年からは、エンフィールドナンバーにも導入されたほか、1971年7月には、FN ブローニングハイパワーが導入され、脅威レベルが高い護衛任務に従事する要因に、支給された。その後、1990年代には、リボルバーやブローニングハイパワーの後継として、 グロック17が導入された。D11 では、1973年4月より、拳銃と小銃の間を埋めるカービンとして、スターリング l 3 4 a 一短期間銃に注目していたが、結局これは導入せず、変わって、1977年に、H、H&KMP5 を導入した。当初導入されたのは、フルオートとセミオートの両方に対応したモデルであり、 レベル1の部隊は MP5A3、レベル2の部隊は MP5A2 を装備していた。一方、1991年に武装応奨者の制度が開始されると、こちらの要員のためにセミオート専用の MP5SF が導入され、その後、空港などの警備要員にも配備されるようになった。小銃としては、アイアンサイトのみのリーエンフィールドナンバー4が使われて、いたが、 1973年にはテレスコピックサイトを装備したエンフィールドエンフォーサー、狙撃銃に更新された。その後、1998年より、ステアー SSGP に更新された。また、クツフォでは、狙撃銃は 7.62mm 口径、ボルトアクション方式のアキュラシー AT308 が用いられている。より小口径の小銃として、 ミニ14も用いられており、1989年には H&KHK93 に更新された。これはカービンとして使われる他に2脚や暗視装置を装着して近距離狙撃用として使われることもあった。また、1999年にはテロリストの AK-47 に対抗する必要から 7.62mm 口径の H&KG3K と 5.56mm 口径の H&KG36C によって更新された。また、靴砲ではシグ MCX が用いられている。ありがとうございます。